ガン様、申し訳ありません。私の不徳で大切なものを奪われてしまいました。誰じゃ、はあ、探しましたよリリラ様。一人で出歩いては危ないと何度言ったらご分別なさるんです。放っておけ、リリラは一人になりたいのじゃ。そうはいきません。このところ物騒ですからね。それにここのエーテルは乱れています。嫌な感じがするのです。さあ帰りましょう。みんな心配していますよ。君は所長が言っていた冒険者だな。ご苦労だったな。リリラ様はこの通りやんちゃでね。俺も所長もよく苦労をかけさせられているんだ。一緒に所長のところへ帰るとしよう。リリラ様を無事保護したと伝えにね。敵の多いお嬢様だよ。まったく。リリア様、下がっていてください。君、手を貸してくれ。やるしかないみたいだぞ。
リスタルを手にし者よ。星の声を聞く者よ、我が名はハイデリー。星の秩序を保っていた断りは乱れ、世界は今闇で満ちようとしています。闇は全てを蝕む、全ての命を奪う存在。闇に屈せぬ光の意志を持つ者よ、どうか星を滅びより救うためにあなたの力を。光のクリスタルは闇を払う力、世界を巡り光のクリスタルを手に入れるのです。あなたの戦いは魔法が、行動が光のクリスタルを生み出すでしょう。それが光の意志を持つあなたの力。光の意志を持つ者よ、どうかあなたの力を。気がついたかい？今の魔物は何だったのじゃ？異界ボイドに住むという妖異の一種です。あれが話に聞く妖異。しかし、こんな化け物を刺激するとは、ただの族ではないようだな。ところで君、大丈夫かい？エーテルにでも酔ったんだろうか。戦闘の後、急に倒れたから驚いたよ。なんだって、大きなクリスタル。一体何の話を？なるほどね、これは思わぬ収穫だ。いや、すまない、こちらの話だよ。俺は一足先に帰ってこの件を叱るべきところに報告しなければならない。冒険者さん、リリラ様のことをお願いします。自分で戻れるわ。やれやれ、本当にやんちゃなお嬢様だ。では俺たちも帰るとしようか。君とはまた近いうちに会いそうな気がするよ。それまでしばしのお別れだ。